いただきます。どうも、はじめ教授です。深夜の激太り食堂、まあ、水はね、床に置いて、それはダメだ、まあ、とんかつです。すごいですよ、大盛りですわ、キャベツが。夜なんで喋れないです、ごめんね。あ、やってることが iPhone の日常と変わんねえな。キャベツ食えねえよ、やっぱダメだな。カッコつけてキャベツ食ったら舌が死にそうになった。一口食ったからいいかな。
いただきました。ごちそうさまでしたということで、深夜の激ぶり深夜の激太り深夜の深深夜の激太り食堂でした、チャンネル登録高評価しないでくださいということで、次回ここちょっとねまた隠さなきゃな、汚いからね、チブとかじゃなくて人に見せてはいけないものだと思ってるんでね、逆谷間みたいなもんですからね。ということで次回の動画で会いましょう。